ピンピンコロリ、生涯現役を目指してます。マッサージ師の癒し王藤です。僕が読んだ3000冊の本の中からためになる健康本をご紹介します。今回ご紹介するのは広川義弘書、あなたの認知症は40歳からわかるです。まずこの数字から、2013年の時点で65歳以上の7人に2人が認知症になる。認知症の7割はアルツハイマー型認知症である。では覚えておきたいキーワードいきます。認知症は血管の老化を含む老化現象の一つである。健常な老化は緩やかだが、認知症は老化スピードが速い。生命を維持するための直接的エネルギーは ATP、 アデノシン三リン酸といいますが、その酸性が減ってくると老化。血流の低下が脳機能の低下を招き、脳の萎縮へとつながる。体は脳によってコントロールされている。では、認知症を遠ざけるためにはどうするか。活性化とリセットがキーワードです。具体的には、血流、やる気出す、ドーパミン出す、感動、共感、笑顔、睡眠。ではまとめます。認知症を遠ざけるポイントは、いかに脳を老化させないか、この点です。ですから毎日同じ刺激、ルーティン作業のみ、便利な生活、これを繰り返していると、脳は本来怠け者ですので早く退化してしまいます。脳に新鮮な刺激を毎日どれだけ与えるか、これが重要です。ということで、今回は 20% しかご紹介できませんでしたが、残りの 80% もためになることが詰まっている名著であります。ぜひいい刺激になると思いますので、読んでみてください。ではまた。バイバイ。